皆さんこんにちは、トミックです。みんなダイエットしたことある？ダイエットをして成功した人、ダイエットをしたけど続かなかった人って2パターンいると思うんですよ。で、俺の場合は後者の方で、続かなかったというよりもなんか一時的に5キロぐらい減るんですよね。また普通の生活に戻ると5キロ太るんですよ。プラマイゼロみたいな。で、なんでそうなるかっていうと、俺のね、動画のジャンル的に食べる動画が多いと。で、そうなると太っちゃう。残して捨てることもできるんだけど、やっぱりね、どうしても捨てれないっていうので、極力炭水化物を減らしてはいるんですよ、ここ最近ずっと。だからもう本当に魚だけとか肉だけとか野菜だけみたいな感じ、だけだけダイエットみたいな、ちょっとずつ減ってはいるんですけど、すげえ減ったよっていう感じではない。そこでね、聞いた情報によると、あのゴリラクリニックっていう美容クリニックっていうのがあって、そこにですね、30分2万回腹筋をする機械みたいなのがあるんですよ。まあそれは何ぞやとっていう話なんだけども、なんかお腹の脂肪を殺して筋肉をつけるっていうものらしいんですよ。まあそれをするとすごい脂肪が減って筋肉がつくという感じで、まあ忙しいサラリーマンとかそういう人向けにね、勧められてるらしいんですけど、それをやったら俺のあの出てるお腹もちょっとへっこんで体重も減るんじゃないかと。そういうのに頼るのかって思うでしょ。でもね、マジでアラサーになるとそういうのに頼んないと体重落ちないから、もうお腹ぽっこりでしょ。これやばいなと、完全にねやばいわけですよ。こんなにがっつり見せたのね、動画で初めてっていうぐらい、あのこれがビフォーね。で、これはね、本来30分の施術を週1回の1ヶ月で4回でワンクールらしいんですよ。これでね、結構ね変わるらしい。今回はですね、どれくらいね俺の体型が変わるのか、そしてどれくらい体重が減るのかと試してみたいと思います。101らしいです。これ最初ウォーミングアップの状態ですね、はい、1ずらし、はい、流れてる感じありますよね。あります、はい、ちょっとこの位置でやっていきます、はい、であと10秒ほどで、はい、メインの超特大筋収縮というのが、メインそうです、一番強いですね。おぉ、いきなり来るんですか。こっからの長い色に変わります。大丈夫ですかね。はい、お疲れ様でした。終わりです。機械外していきますね、はい。やっぱ最初辛いっすね。それをあと3回見られてますね。101で。101。はい、今のところ変わらず。はい。これも次です。はい。実感しづらいです。あれマックスじゃないですけど、まだね、60なんで。じゃあですね、こちらの方ですね、ベルをお渡ししておきますので、はい、またご付送 OK です。ありがとうございましたら、はい、お願いいたします。はい、向きだけ頑張ってください。はい、はい、はい、どれくらいでなんか変化出るんですか。だいたい脂肪の排出が2回くらいかけて行われるので、今回100まで頑張りました。100までいかない人います。逆にたまります。痛すぎて辛いって感じ。また170とかでやめたり。全部100までやりました。なんか前より痛く感じるんですよね。でも筋肉ついてると、そうなんですね。よっこいしょ。とりあえずワンクール終わりました。腹筋のやつを1ヶ月、1週間に1回を4回だから1ヶ月間でやってみた
結果体重計に乗って腹囲を測ってどれくらい変わったのかっていうのをね皆さんに見せたいと思います。ただパッと見ねそんなにね見た目は変わってない、まあ、あくまでねここなんだろう顔とかここら辺とかは多分あんまり影響しないのかなって、ね、思いますね。ただお腹の腹筋は気持ちなんかすごい筋肉がついたような気はするんですよ。2万回の腹筋だよ。1日さめっちゃ上がって腹筋してもさ2、30回が限界でしょ。それを2万回だから 2×8 1ヶ月で8万回の腹筋やってるわけだから結構ついてると思うんですよね。じゃあ体重測ります。81？ この前測った時は77とかだったんですよ。なんかすごい上限が激しいんですよね体重に関しては。どんくらいいってるかな腹筋。筋肉がつけば重くなるんですよ絶対に。だから、まあ、これで腹筋が94よりも小さかったら結構効果は出てると思います。 91.5 最初が101だったと思う。だからそう考えたらウエストは10センチ減っているけど体重はそんなに変わらないという、結果でした。ただその説明された話によると、あの2ヶ月後に成果が出るらしいんですよ。でまだやって、1ヶ月なんで、その1ヶ月後にもしかしたらもっと結果が大幅に出るのかもしれないし、まあ継続的にこの腹筋のこれをやったら結果が出るという感じらしいんですよ。なんでまあそうだな、まあこれすごい変化が出たなっていう感じが出たらあのツイッターでつぶやくんで、よかったらあのツイッターのフォローよろしくお願いしますという感じですね。10センチもウエスト減ったら結構効果あったんじゃないかなって思うんですよね体重。はい、いやめっちゃそう感じました。筋肉をつけることは非常に大事なことなので皆さんもよかったらやってみてくださいということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。